塩見丹って言いました。で、今住んでるのは藤枝から静岡にちょっと住所変更して半年ぐらいになりますが、藤枝の時は今も第4回の まあ、東京に戻りまして、防災研究をやってます。そういうこともありまして、先ほどの印象がないと言った割にはですね、実は皆さん吉田の良いところを感じてたんじゃないかなというふうに思いまして、ただタイトルとして決まったのは富士じゃない吉原伝わるというところで、なんとか NPO を分かったというふうに頑張ってほしいというふうになりました、私はですね、まあ、スケタモリタンというこれ B 級グルメに立つんですかね、ちょっと変わった新しい食材を生かしたような形で、人がいろんな人が実は関わっているんじゃないかというところで、こう、実は海外のパスタ、ナポリタンを出させていただいて、この街の印象というのを聞いていたんですけども、結局ですね、この街の提案は、この街にどうしたいかという提案はですね、結局吉原にこだわりたいんだなというところからすると、もっと街のいいところをですね、もう一回拾い上げて、それをですね、素晴らしい、すごい街なんだから、情報発信、その DM とか MT とか若い力の企画力をもとに、情報発信を考えていけばいいんじゃないか、素材を生かして、他の街にない、いろんなものを活用できる街になるんじゃないかというところで、連携を楽しめる。要は町と人のつながりっていうことがまず一つあると思います。それと先ほど おいしいものがいっぱいあるよっていうところで、美食の都づくり、ね、ここで情報発信をしていこうというところで、これらを使って情報発信するんだということで、ただ作ってりゃいいよもんじゃないということで、とにかくこれを大テーマに持っていこうじゃないかと、ね、さっきおいしいものをみんな食べたって言ったね、僕らはおそばだったんですけど、ね、で、もう一つはどうしたみたいに美味しかったよ、もう一つはやはり歩いてみてなんかとんがり帽子のようなね田中委員、これ大正ロマン、やはりなんかロマンなんていうと、なんかウキウキしてくるような違うか勘違いしてる。でもせっかくああいった建物もあるんですけど、今活用されていないということなんですが、そのまま置いておくと駆逐しちゃう、
うん、でもただ、保存するって言ってもやはりこの建物の価値を調べてからとにかくどうしてこの建物を残すんだっていうところがあって初めて残す意味があるという、ただ残せばいいんじゃないっていうのを今日怒られました。この辺を皆さんと一緒にやはりその辺を勉強しながら残していくというところで、田中委員大正ロマン残そうというところでございます。